坊走半島の野島先の歴岩層で見られる偽歴。偽歴とは、地層の中に、あたかも本物の粒手のように紛れ込んだ未固結状の堆積物のこと。歴が固結した歴岩と比較すると、岩石になりすました堆積物が粒手のように見えることから、偽の粒手、あるいは偽の歴岩として、偽歴と呼称する。地層に見られる堆積構造の一つ。 成因は粒子の移動に起因する堆積作用の過程にあり、偽歴を介在する地層の様相から堆積環境が推察できる。まだ凝固していない粘土質の堆積物が流動によって剥がされるように移動し、歴状となって他の堆積物の中に混入した状態で属性作用を経たものである。用語の適用範囲は広く、軟質な粘土鉱物から、 砂岩層に取り込まれたデーガンなど多様な状態を指す。偽歴の形状や構成物、規則性などの状態によって、堆積環境が解析可能となる。ある推定に採設物粒子が堆積していたとする。粒子がどのように運搬されるかは、粒子の密度と流れの作用によって決まり、進行する堆積物の流形と性質から偽歴となる素因が解明できる。 水路等の港底における粒子を移動させる力は、流速と流形の関係をダイアグラム化して説明されている。砂以下の粒子を移動開始させる侵食関係として、移動開始しやすい砂と緩んだ状態の汁と粘土に大差はないが、閉まった状態だと再流になるほど、移動開始させる流速が必要になる。すなわち、 正常の堆積物が剥がれにくい状態で皆こに残ることになる。この推定にへばりつくような堆積物は、強い流れがないと浮遊しなく、一旦浮遊すると、周囲の堆積物と比べて異質なものとなる。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、偽歴からことばんく。ありがとうございます。